あーすげーバタバタしてる。さっき段取り言ったけど私ほぼほぼ忘れちゃったからね。適当でーす。バーイバーイ。あ、やべえ、生配信のが出てこない。始まった、始まった、始まったね。他人の軸で生きるのがもったいない名言ですね。だって そうですね、 ね、ちょっとこれ私たちもちょっと狙ってつないでいこうか。はい、はい、というわけで19時30分を回りまして、はい、デメムキチャンプルでございます。よろしくお願いします。いや、前の番組がすごい勢いありすぎて、はい、次やりづらい。やりづらいね。でもね、私たちはね、はい、私たちのカラーでね、頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日のゲストはですね、よくつかちゃんの番組の方でもね、よくゲストに来てもらってます。今日は私が引っ張り出してしまいました。シンガーソングライター、サッチモさんです。よろしくお願いします。カメラの方見ましょう。はい。はい、そう、カメラ、これが、カメラこれ。カメラこっち、はい。カメラこっちで、これモニターで、これマイクで、はい、これ、サッチモさん。はい、これ。はい。まあ、そういうわけで。はい。はい、早速、ギターを、今日はね、はい、このように持ってきてもらったんで。はい。自己紹介がてら一曲って感じで。そうですね。いっちゃいますか。はい。はい。曲、はい。じゃあ、曲目の紹介から、お願いします。はい。はい、ちょっと、こうでもいいですか。あ、全然全然。いいですか。こうなろうか、私ね。はい、はい、すいません。こっちこうなっちゃっても。大丈夫。はい。うん、サッチモと言います。いい人というね、歌を。お。ごめん。自分軸につながっていいと思う。いい人といういい人歌ですね。はい。いきます。うん。散歩大阪弁のあの人はピアノを弾きながら歌ってる。笑いながらまた泣きながらなぜか心に伝わる。人はみんな自分動画を
横で撮ってしまいまして、あとでこの動画は焼津テレビの公式インスタの方にリールで流させてもらいますので、よかったら皆さん見てみてください。美女の歌は、はい、いい人いい人っていう歌ですけど、やめろやめようっていう歌です、うん、そうですね。そうするとなんか話の流れ的にはさっきの、はい、ゆのきちゃんのお話になんとなくつながりそうな気もしないでもないけれども、そうですね、いい人軸ね、ね、自分軸、自分軸、はい、うん、やっぱり自分のこう、さっきもねちょっと話したんだけど、やっぱりこう自分を主体にして生きるっていうのが生きやすい時代にだんだんなってきて、はいはい、私たちまあ同年代なんだけど、まあ、のりさんもそうだけどね、同年代だけど、私たちがもっとさっきのゆのきちゃんくらいの年の頃っていうのは、うん、結構それがやりづらい環境だったような、そうです ね、生きづらいというかね、そう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 、はい、なんかそれをやっちゃうことがすごくなんか、わがままっていうか自分勝手みたいな、そうそうそう、実はそうじゃないんだけどね、はいはい、だからそれができてる人をこうすごく羨ましく思ったり、過剰に反応しちゃうとちょっと妬ましく思っちゃったりなんて、そんな時代だったような気がして、今はそういうのがだいぶなくなってきて、ね、すごく羨ましいななんて思っておりますけれども、すごいね、もう早速それを思っちゃってる。まあ今日はね、いろいろそのさっちもさんの、まあ、つかちゃんの時もね、音楽の話とかいろいろしてもらったりとか、まあ、最近私がそうさっちもさんにすごく接する機会が増えた話とか、はい、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、それはちょっとおいおい、またねこの主軸の話ができなくなっちゃうとね、あ、はい、あ、いいですよ別に、本当さらって別に本当、はい、いやでももうだって構えてるもん、もう話したら違う、すでに見れればいいかな、なんだろうと思って検索するような、あ、なるほどね、そういう感じです、はい、はい、そんな感じでございますけれども、はい、じゃあなんとなく話を進めてはいきますけど、はい、うん、すぐもうしびれ切らしてこの話したいって言ったら、うん、今の話に通じる人なんです、うん、これね、じゃあ通じましょうか、先通じちゃいます、今日はね、さちもさんにまあ出ていただくにあたって、なんかこうこれをどうしても皆さんにもお伝えしたい、紹介したいというものがありまして、はい、まあ、ある意味持ち込み企画ですね。何ですかそれ。これ私並木義和さん、並木義和さんっていう方がね、うんうん、いらっしゃるんですけど、はいはい、このね、まだ全部読んでないんですけど、漫画なんですけどね、うん、YouTube もこの方載せてたりしまして、さらっと言うとね、さらっと、こう出てくるネガティブを、うん、どんどん出てくるじゃないですか、一日こう、うん、それをこう、ね、手放して楽になっていこうっていう、もう教えてくれる方なんですけどね、もうご職業としてその並木さんはそういう、そうですね、うん、みんなに広げてる感じで、はい、ぜひ YouTube で、はい、ちょっと検索していただいて、うん、皆さん元気になっていただいて、漫画並木義和の目覚め、皆さん並木義和さんっていうお名前はご存知の方って、私も初めて見たんですけど、ね、あ、そうです、さすがさっちもさんあれですよね、いつもコアなところを攻めてきますよねそうですかね、うん、これはじゃあ今まだ途中までっていうことだったんだけど、さっちもさんの中で、うん、何かこのお話の中で、うん、ちょっと心に刺さったこととかって何かありますか。この本でという、うん、よりもわけ、うん、ではないんですけど、うんうん、とにかくこのなんかこう、なんか嫌なことあると、うん、私もまだまだですけど、こう他人のせいにしたり、うん、あれ何かのせいだ、あれのせいだとかってするじゃないですか、うん、実はそうじゃなくて、うん、全部自分が映し出してるものが目の前にあるだけだよって、それをそれは出てるって、これが出てくるっていう、今嫌なことが出てくるってことは、うん、その例えば嫉妬だったら嫉妬を手放していきましょうよっていう意味だそうです。でそれを手放していくっていう、統合って言うんですけどね、うんうん、この人の言い方だと統合、うんうん、まあ、この詳しくこの方がやり方が書いてあるので、うんうん、YouTube は、ね、私が言うよりはいいんですけどそうで、軽やかに楽に生きてこうっていう、うんうん、そういう、そういう本、そういうのを教えてる方です、まあ、へえ、うん、それは今の子供
現代っていうか、うんうん、ご時世にはすごく必要なものなような、そうですね、気がしますね、うんうん、まあ私もね、まあ、自分のこと言うのもなんだけど、今ちょっと左目がね、あまり調子良くなくて今見えないんですよ、左目が全然、ですごいね、最初の見えなくなったその日だけは、うん、うわーみたいな感じになったんだけど、うん、私並木先生の本は読んだことないからあれだったんだけど、でもやっぱりやっぱ自分のせいじゃん、何事もそういうのって、うん、だからなんか誰かのせいにすればなんとなく気持ちが楽になるような気はする、うんうんうん、だけど私の中ではそれをやると多分逆に自分を苦しめることになるなと思ったから、それをやめたんだよ。ああそうなんですか。そうだからもう私が悪いんだよ、もう私がもう本当にさみたいな感じでみんなには説明してるんだけどね、うん、でもね、かえってその方が遠回りかもしれないけど、うん、楽なような気がする、うんうん、人のせいにしないって自分のためにもなるしね、うんうんうん、でもちょっとこの本は、はい、興味あるな、今の自分にちょっと必要な、はい、YouTube もたくさん出てますんでね、ほんと、うん、並木良和さんの YouTube、はい、いろんな方がね、うんうん、自分その人の、うん、言葉にして、うん、分かりやすくしたりして、もう結構いっぱい広がってて、うん、なのでぜひ、はい、さちもさんはどういう経緯でこの、そう、私もね 2,3 年前にね、うん、普通のパートで働いてる時に、うんうん、女の人が多い会社だったので、悪口がこう飛び交う、うん、めんどくさいね、そうでね、いや聞かなくてもなんでそれいちいち私に言うっていう、うん、なんかそういうこう聞かない情報なら今日一日幸せだったのにとか、そういう、うん、結構そういうのあったんですけど ね、うん、ね、事務所でね、でそれでなんか家帰ってきて、うんうん、YouTube を見ててこう、うん、なんかこう出てくるとおすすめに出てくる、あ、そう、それでなんだと思って、うんうん、で見てたのがきっかけです。へ、何でしたっけね、時ね、何を、ほなみさんっていうね女の人がいて、ほなみさん知ってる、ほなみさん、静岡の人なんだよね、沼津の人、そうそうそう、私もすごい好きで見てる、で最初なんかすごいぶっ飛んだことやってたでしょ、踊ったりして、それを見て、でも、うんうん、その人が並木良和さんのワークにいたとかって言って、並木良和ってなんだと思って、そこから私ファンなんです。そうそうそう、私最近見てないけど、ほなみさんのはねやっぱ一時期見てて、うん、やっぱそういうの見るとやっぱほら関連動画でいっぱい出てくるじゃん、ね、そうそうそう、おすすめで、そうきっとあったのかもしれない、見逃してたかも、これからまだ、うん、そうね、はい、ちょっとまた見直してみようかと思いますけれどもね、そう、さちもさんはねいつもこうやって、まあ、やじテレビ何度も出てくれてるんですけど、そのたんびにねこういうねコアな情報をね私にね、間接的にね教えてくれるんですよ。そうでしたかね。そうですよ、この間だってつかちゃんの時に私名前が忘れちゃったの、歌う人、島崎智子さん、そう、あの人ね、すごい、だから私ねいつもさちもさんがゲストで出るときに必ず情報があるんですよ、そういう情報が、で私それがすっごい楽しみで、いつも、今日さちもさん来るんだ、何の情報だろうっつってメモ取って、うちで見て、あの人の泣きましたね、ね、でもあまり深入りするとこうなっちゃいますから、そう言うんですよ、そうなんですよ、でもいい歌い手ですよ ね、ちょっとまた今日うちで、はい、私も多分見ますよ、ね、寝る前にちょっと人泣きして寝ようかな、私もそうしますそうそう、でもこういう情報ってなかなかほら普通の生活の中とかだと得られなかったね。普通にさ仕事してる時にそんなコアな情報とかって聞くとさ、なんかちょっと変な人チックになっちゃうじゃないですか。でもね、さちもさんも今日ね、なんかちょっと変態チックになんて言ってたけど、全然大丈夫ですか、うん、この場だったらなんかもうオールオッケーみたいな感じだから、はい、全然大丈夫です。だから次来る時もちょっとネタを、うん、じゃあ分かりました、じゃあ誰かの仕込んで来てもらって、はいね、うん、そう、そんな感じなんですよ。だから、うん、こう私がね今日さちもさんをちょっとお招きした経緯みたいなのをね、ちょっと簡単にお話をさせてもらいますと、はい、まあ出会いはここですよ、やじテレビで。で、笑いヨガ講師、つかちゃん、わかりますよね。ね、嫉妬三兄弟の次男ですよ。毎日コロッケを食べる。あ、ダメなんですか、あれ。次の番組の、のりさん、あそこに、構えてらっしゃる、はいはい、水曜看板の方ですけどね。まあ、方がね、ちょっと、やってた時に、うんうん、つかちゃんと、チョリくんって、
まあ、月曜パーソナリティの2人、うんまあ、つかちゃんわかるよね、うんうん、あ のりさんの番組にこう、うん、借り出されてここで3人で喋ってて、その時のテーマが嫉妬だったんですよ、でちょっと嫉妬の看板を持ってあのちょっとこういうなんかこう撮影会が始まった時にあの男3人だったもんで勝手に嫉妬3兄弟って私つけたんですよ、うん、で長男ですよあの人あで長男はあの毎日マラソンをジョギングをして十何年目、あ偉いですね。で次男がつかちゃんで、うん、毎日コロッケを食べると、コロッケ、うん、なんか毎日コロッケ食べるっていきなり言い出したんで、一応それを、まあ、勝手にキャッチフレーズにしたんですけど、で三男のチョリ君はまだ若いのでまだやらかしたことはないっていう、そういうキャッチフレーズ、全員ポンコツですよ。そうですね、ごめんなさい言っちゃった、そうポンコツなんですよ。でもねすごく味のあるね、で人間ポンコツぐらいがちょうどいいんですよ、ね、あの完璧な人なんか、ね、うん、そうそういないですからね、完璧だと ね逆にちょっと無理ですね、なんか機械みたいになっちゃってね、まあ何の話をしてたんだかさっぱり分かんなくなっちゃいましたけどね、何でしたっけね、ね何でしたっけね、あだからそうだ経緯だよ、そうだよそうだよ、サッチモさんがここに私がサッチモさんを招きした経緯ですよ、あそうでしたね、そうですよ、はい、そうまあそんな感じで出会いはここですよ、つかちゃんのねご紹介ということで、つかちゃんありがとうございます、いいご縁を。でね一個はさっき言った話、はい、最近サッチモさんがとあるカフェで土日限定でケーキを焼いておりまして、うん、はい、私がそれにねなんて言うんだろう、食らいついてる状態なんでございますよ今、とっても美味しいケーキをね焼いてくれてね、シフォンケーキとかねプリンとかね、はい、この間も私がね友達引っさげてね行ってきましたけれども ね、 あそうでしたね、とっても美味しい居心地のいいカフェに、まあ、そういうカフェとかケーキのご紹介をしたいっていうのが一つと、もう一つはねこれサッチモさんに実は言ってない今言いますけれども、うん、私すごく嬉しかったことがあったんです、サッチモさんのことで。何かっていうと、はい、私実は3月の半ばぐらいに、まあ、コロナにかかりまして、ちょっとまあ、2週間くらいかな家からまあ出れない状態だったんですけれども、まあ、私自身はね全くの無症状で全く問題はなかったんですけれども、やっぱり気持ちがね、ちょっとメンタルがやられちゃいますね、あの病気はね。でちょっと私 SNS でちょっとそこを吐露したんですよ。その時に一番最初に連絡をくれたのがサッチモさんだったんです。覚えてますか？覚えてないです。なんか買い物に急いでれないからって言って、そう食料支援を受けたかったんだけど取り合ってもらえなくって、どうしようって家に全然備蓄がないんだみたいなことを書いたら、サッチモさんが夜中にメールをくれました。夜中でしたっけ？夜中でした。夜中じゃないよ。本当？じゃあ私が気づいたのが夜中だったの？でもねすぐだったよ。一番早かったんだもん、サッチモさんが。誰よりも早かった。いや私だってあそこの あっちの前崎の方で、うんうん、ラーメンにしようかどっちのラーメンにしようかって旦那と考えてた時にあ入ってるって言って、で食べたら悪いけどすぐ帰っていいって言って帰ったけど、うんうん、でも結局大丈夫だったって、うん、だからお昼ぐらいですよ。あれお昼ぐらいだっけ。そうそう、もう私昼夜ぐちゃぐちゃになってたんだそうでしょうね。私の心がもう真夜中だったからそう。でも本当に一番最初にすぐに連絡くれたのがサチモさんだったの。ものすごい嬉しくって、あれが。ありがとうございます。そうだからもうそれからもうあれですよね。だからそんなにこうつかちゃんを介しての、うん、まあお付き合いというかお友達っていうのを知り合いっていう感覚でずっといたので、はい、うんうん、もうそれをきっかけになんかうわサッチモさんめっちゃいい人やと思ってで一回ね、はい、某ファミレスで会ったこともあったじゃん。そうですね、あの時 ね飲んでたね。そうよ、ちょっとあれやっちゃいましたけど、ね、某ファミレスでねビールガンガンに飲んでた。ビールじゃワインですよ。 あれワインだった。安いワインで、安いワインって変に酔っちゃうからもうね結構飲んでたよ ね相当飲んでましたよ。相当飲んでた、うん、そうだからなんかいつもここでこういう話をするサッチモさんじゃないちょっと違うサッチモさんだったあの時は。そうでした、やっぱりね、うん、そうね出ちゃうんですよね。そうだね、また飲みましょうねとかって、いや一回も飲んだことないけどって思ったんだけどそうだからわ、この人ね付き合っていくといろんな顔を見せてくれるんだなと思って私本当に興味津々になっちゃって。そうなんですか。そう、それでまあねカフェでそのケーキを焼くことになった
ていうのも SNS で知った時にこれは絶対に食べに行きたいと思って、 ありがたい、そう、それで行ったんですよ。ちょっとケーキの話してもいいですか、ええ、せっかくなんで、はい、ね、ええ、そもそもサッチモさんはそのケーキを焼くっていうそのいきさつっていうの、もともとそういうケーキ屋さん志望とかではなかったんでしょ。なかったんですよね、うん、あの小さい時から、うん、ね、小学校ぐらいから友達とクッキーを焼き、うん、ね、それでちょっと年頃になっちゃ、うん、またなんか作ってっていう、まあ、普通のごくごく普通の皆さんとね、うん、同じようにあの、うん、来まして、うんうん、で、まあ、あの去年ですね、うん、ちょっとね仕事を辞めたりして、うん、ね、あの私もコロナになりましたんでね、大変でした、ね、はい、でそれでその後ちょっと暇になっちゃったもんだから、うんうん、じゃあもうアップルパイでも作ってみるかと思って作ってて、うん、であのそれがねうまい具合に見事にうまくいったもんですから、それをね食べたうちのお父さんが、いやこれうまいよ、店出せんじゃねっていう感じでいう話になりまして、で私がその気になって、その気になって、ええ、正解、じゃあそうするかとすごいよね、だからそのさ、そう言われてじゃあやろうって、うん、今現実としてやってるわけじゃない、おだてられると、うん、あのその気になるんですよね。いやいやいや、そうじゃないですか。そうだけど私はじゃあそっから褒められたけどじゃあどうしたらいいのみたいな感じでうわーってなっちゃう。あー、そうか、実行に前に進めない、な、うん、横にこうジタバタはするけど、うん、これパッて前には出れない私、うん、意外とそういう性格なんですよ。あー、そう、私、ね、結構そう、私そう言われると、うんうん、私はできちゃう、できよね、やっちゃいます ね、 ね、なんでしょうね、だってこの歌歌うのだって、あ、そうそう、歌もね、そうでしょ、ええええ、うん、どうしたらって、まあ、やんなきゃできない、考えなきゃいいんですよ。そうか、そう、考えないでこの、うん、自分の思うままに、さっきのね、なんとかちゃんの、そうだね、ゆのきちゃんの、ね、あ、ゆのきちゃんの ね、 ね、はい、自分軸で、あ、そうか、私はね、だからその、うん、やりたいって思ったことが目の前に現れた時に、うんうんうん、やり方を考えちゃう、ね、あ、そうか、それだ、それだ、やっぱね、万年事務職だから ね、 なんかね、事務手続きを考えちゃう、なるほどなるほど ね、 ね、先をね、そう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 、そういうのを抜かりなくやりたいって言って、うんうん、頭の中でぐる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 って、うんうんうん、あ、もういいよ来た、あ、それ一番ダメな感じよ、いや、もったいないですよ、ね、ちょっとその本読まないとダメかもしれない、うん、この本よりも YouTube、 YouTube、 とにかくこのね、はい、並木義和さん覚えてほしいYouTube 推しです、はい、はい、無料ですんでね、そうですね、 YouTube は無料ですからね、はい、見てみたいと思いますけれどもね、うんうん、ほぼほぼ並木さんの話でもう時間になっちゃいますよ ね、 ね、いや、すいません、ネポカラさんで働いてますそうだそうだそうだ、今日ねその話をね、そう言わずしたかったね、ポカラさんっていう焼津の文化センター、うん、焼津文化センターってあるじゃないですか、そこの本当に目の前ですにポカラさんという、彼はなんて言っちゃいけないね、オーナーさんはバックパッカーかなんかやられてる、ね、インドの方にね、インドの方とかデパートとか、うん、あっちの方を回ってて、だから店内はもうそういうあの インドテイストというか感じで、ガネーシャ様とかいらっしゃったりね、うんうんうん、はい、と思ったら、あれでもお宅を改装してる感じよね、そうですね、横がね自分が住んでる方で、こっちがこの自分が昔住んでたところを改装して古民家風にしてね、古民家風になってね、全部一人でねやられて、ね、すごいですよね、うん、すごい綺麗なあの板の間になってて、だけどあのちょっとこう日本間の面影が、欄間みたいなのがまだ残ってたりとかしてて、うんうんうん、すごくなんかこう綺麗な居心地のいい、うん、行くとね寝ちゃいそうになるんですよね、あの椅子が ね、 ね、 ね、皆さんそう言いますけど、はい、でもあんまり宣伝して混んじゃうとあの昼寝できなくなっちゃうでもそんなこと言っちゃいけないよね、でもいいですよ、いいお店ですからね、うんうん、そうで、あの、はい、コメント入ってます、ありがとうございます、あ、マサオさん、ありがとう。こんばんは、マキさん。水曜日もですか？水曜日もです。よろしくお願いします。毎週言ってるよ。おときっちゃん、こんばんは。いつもありがとう。頑張ってるよ。あ、たまきさんだ。さっきまでいてくれた。ありがとう、たまきさん。ポカラさん、焼津文化センターの真ん前行きたいって来てください。一緒に行こう、たまきさん、今度ね。というわけ。あ、さっきの方だ。さっき、そう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 。後で繋がってくださいね。はい。はい。たまきさんも多分ね、番組これからね、やってくれると、思いますんでね、はい、後でちょっと打ち合わせしたいと思います。なのでそのポカラさんに土日
今のところ土日です ね,、うんねはい、美味しいケーキをシフォンケーキとかプリンとかあと何ケーキ今日ねちょっとパウンドケーキやったんですけど、うん、ちょっとパサつきがあらららららもうちょっと研究を重ねないとという、うん、大丈夫感じで、はい、この間のね、バナナとチョコチップあれ、ね、めっちゃ美味しかった、ね、でその次の週にやったんですよ、うんうんうん、ちょっとバナナ抜いてそしてちょっとね、うん、チョコチップがパラパラって出てしまって、うん、急いでチョコ風味って書き直してちょっと強めな感じになったけどチョコチップは落ちちゃったんですねもう型から外してなんかもうチップ入ってないものだから、うんうんうん、チョコ風味に直してお出ししました。あ、それもいいじゃないですか、ね、はい、コーヒーとかにも合うし ね, ね、はい、そうまたまたね行きたいと思いますんで、うん、ぜひその時は、はい、カレーも美味しいんでねカレーも ね服部さんの自家製でとっても美味しいんでそして私と一緒にポカラさんに行ってくれる人も大募集 してますんでね私をポカラさんまで連れてってくれる人お願いします。歩いて行かなきゃいけないもんでねちょっとだけ遠いもんでね車で打ち回ってくれる人紹介してくださいよろしくお願いします。というわけでちょっと時間が過ぎてしまいましたけれどもさっちもさん何か言い残したことはありますか。並木吉和さんの YouTube はちょっと皆さん見てください、はい、絶対自分のためになると思います、うん、そう思います。私も後でチェックしたいと思います、はい、というわけで今日は一応一個ありました。あ、どうぞ。来年のね、まだはっきりしてないんですけど、来年の1月21日に掛川のケットライチに出させてもらいますので、うん。すごいじゃないですか、はい。それだけライブは決まってます。うん。はい。まだまだこれから、たくさんライブを。ね、はい、募集中です。はい。というわけでね、そう、さっきのね、歌の動画も流しますんで、後で。ぜひ皆さんご興味のある方はヤズテレビさっちもさん私でも結構ですのでねさっちもさんそのもので ありますよいろいろやってるよね、つくだにおかかっていうねつくだにおかか、 っていう名前ですよ、うん、チャンネルがはい、ローマ字で、はい、小文字でつくだにおかかです、はい、それで見てみてくれちょっと、はい、もしはい、よかった。ぜひぜひよろしくお願いします、はい、今日はね一応シンガーソングライターということで来てもらったんですけれどもね、はい、並木吉和さんのなんかマネージャーみたいな感じになっちゃいましたけれどもね、はい、まあそんな感じでまた、はい、いい情報を持って、ぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。またケーキも食べに行きたいと思います、はい、というわけで今日のゲストはシンガーソングライターさっちもさんでした。ありがとうございました。コメント読み切れてるかな、コメント読み切れてるかな、ありがとうございました。まきちゃん連れてってだって連れてくよ。並木義和さんの YouTube チェック、ありがとう、チェックしますね、はい、はい、で次は大御所のりさんの登場です。よろしくお願いしまーす。よし、ほら青木さん写真撮ってくれなかった。あ、そう話聞いちゃったっけ。聞いてない。聞いてなかったよ、ね。聞いてない。聞いてなかった。チーズ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 すみません。チーズ。あ、なになになにそれ。いじけてる。はい、つうの撮るの。そんな撮ったらあと消すの大変ですよ。じゃあ10枚以上撮ってよ、インスタに載せなきゃいけない。あ、そうなの。そうだよ、じゃ私の時だけちょ極端に少ないで。もう時間ですよ、時間ですよ、時間ですよね、早くしないと。早くして。あ、8時だよ、8時だよ、あ、8時になっちゃった。ごめんね、のりさん、申し訳ない、すいません、申し訳ない、ごめんなさい、はい、すいません、ありがとうございます。